ようございます。松下ゆりの日めくり万葉集ナンバー33。この放送は毎朝5分で万葉歌を一首ずつゆるっとご紹介し、聞くだけでなんとなく万葉集に詳しくなれちゃう番組です。今日ご紹介するのは、国の神の気がすさんでしまってるという歌です。これは昨日ご紹介した歌の続きの歌 で、これは武智の古人さんという方がね、古い人と書いて古人さんという人なんですけど、この人がこのね、近江の都ですよ、天智天皇が滋賀県のこの大津あたりですね、近江に都を作ってた、その都が今は古びてこの、ね、荒れ果ててしまいましたと。でそれを見たら悲しいですねっていうのが昨日の歌でした。で今日の歌の内容は、この滋賀の国のね、国つかみがね、そう、国つかみというのがいるんですよ。その土地ごとにそこを守っている神様みたいなのがいるんですけど、その神様のこの気がね、すさんでしまったので、それで荒れてしまったこの古い都、この滋賀の都を見ると悲しいなっていう歌なんですね。まあもう見れば悲しもしか言ってないっていう感じなんですけど、この人でもその都が荒れるっていうのが、そこを守護している国の神様の気持ち、その気が荒れているから、その都も荒れてしまう、そんな風に考えていたんだなっていうのがこの分かる歌なので、なんか個人的にはすごい、この当時の人たちがどんな気持ちでそのいろんなものを見ていたのか、この国とかその都というものがどういうことでその存在しているかっていうのを考えていた、なんかその一つのなんかこうメモリみたいに見えるなと思って、あの個人的にはとっても面白いなと思っている歌です。それではお聴きください。万葉集33番。笹波の国津三上の裏錆びて、荒れたる都見れば悲しも。いかがだったでしょうか、ね、なんかこの裏錆びて荒れたる都っていうところが、なんかこの寂しさを誘うなっていう感じで、その笹波の国津三上っていうところも、なんかこの昔の神様の呼び方みたいなのが伝わってきて、あ、ちょっとかっこいいなって思う一言でした。はい、それでは万葉集をもっと詳しく知りたいというあなたに、毎週土曜日午前11時からインスタライブにて万葉集話と題し、ビジュアルからも歌が入ってくるお話を放送しています。コメントでやり取りもできるので、ぜひ参加しにいらしてください。アーカイブは YouTube でもご覧になれます。リクエストをいただいたら、こちらでご紹介した歌をより詳しく深掘りいたしますので、ぜひ気軽にメッセージくださいませ。それでは松下ゆりの日めくり万葉集、今日も聞きに来てくださりありがとうございます。明日はどんな歌でしょう。あなたの心に素敵な歌が響きますよう。